はい、では、三面灯火の構成、この今大きく3つに分けたものを、実はですね、第3章以降の理論分析で、今日これから作る式が使われます。その式をこれから学んでいくわけですけれども、 GDI と GDE ですから、この2つですね、この2つを分解していきます。数式で表します。その数式が3章、4章、5章ってずっと使われていきますので、今日必ず、マスターしていきます。で、理論分析でも使われるという話でした、今言いましたけれども、実はですね、内閣府のホームページから GDP 統計ダウンロードすると、その実際の統計指標もここで分けた項目に分類されて Excel のワークシートに記述されています。ですので、とても大事です。では、構成を見ていきましょう。まずですね、この2つを分解すると言いましたが、GDP はもう分解しないで1つの変数で表します。生産面は今後 Y という変数で表します。残りの GDE と GDI を分解していきます。まず左からいきましょう。C プラス SP プラス T と。最終的には皆さんこの式を暗記してもらいます。覚えてもらわないと何もできません。理論分析できません。で、覚えてもらうんですが、やみくもにこれを覚えても覚えられません。これから私が意味を説明していきますので、必ず意味をね、理解するようにしてください。書く時間は できるだけありますので、説明しているときは慌ててもらいましょうと言いつつ、こだわらせてもらって、あと13分。17分。あと17分か。いきますよ。まずですね、これは諸国を3つに分けてるんですが、どう分けてるかというと、皆さんのお父さんとお母さん、お父さん、給料もらってきたらお母さんに、パッとお金を渡して、そしたらね、お母さんね、はい、じゃあこの分は家計費、この分はあなたへのお小遣い、この分は家の貯金として取っておきましょうみたいにね、お母さんが多分大蔵大臣、今大蔵大臣ではないかな、財務大臣になって、お金の管理してる人が多いと思うんですけれども、つまりこれは所得というのは必ず消費として使われるか、C は消費のことをコンサンプションと英語で言いますね。だからその頭文字、コンサンプションとして使われるか、貯蓄として使われるか、消費しないんだったら貯蓄しますね。消費しないんだったら貯蓄すると言ったら、まあ二通りしかありえなさそうだけど、それだけじゃないね。あと税金としても取っておかないといけませんね。税金として使う、これ3つに分けられますね。で、実は皆さん一緒に写してますけれども、その下に例えば Y は生産とか C は消費支出、 SP が民間貯蓄と下にそれ書いてあるね、それ書いてある内訳が。で、英語だけ頭文字ということで示しますが、この SP はプライベートセービングの略として、 P を下に、下付きの添え字で P と作って、まあ、大きく SP としています。民間貯蓄ですね、皆さんもその下に書いてありますね、民間貯蓄。ここはちょっと簡単に書くのめんどくさいから消費貯蓄税と書きましたけども、まあ、消費支出、民間貯蓄、これが純租税になりますね。皆さん下に純租税って書いてありますよね。次が tax payment ですけれども、ここの、tax payment は、まあ、正確には純租税という名前がついているんですが、純租税というのは何かというと、ちょっと聞いててよ。僕が例えば5万円税金を納めるとするじゃん、住民税。でも実際には子ども手当を、子ども手当今ないんだけども、5万円税金で納めて1万円子ども手当払う、子ども手当戻ってきたら、実質政府に払ったのが4万円だけですね。これが純額の税金払いになります。これを純租税と言います。つまり支払った金額から
補助金として、子ども手当みたいな補助金といいますね、国からもらう補助金を引いたものが純額での税払いになって、それを純租税といいます。つまり所得というのは消費として使うか貯蓄として使うか、純粋にね、プラスマイナス取った税金払いとして、政府に支払うからの3個にしかありませんね。ということで、3つに分解できる。よくさ、お父さんお母さんが君たちに投資してるって言うでしょ。
君たちが大学に行かせてもらっているのは教育投資っていうじゃないですか。それはお父さんお母さんは君たちに1年間に100万円払って、お前ら100万円でパッと遊んでこいという消費ではなくて、能力という蓄積をね、蓄えて将来の君たちの生産能力を高めるためだよね。つまり長い間にわたってその生産に使われるわけですね。お父さんお母さんが君たちに投資した100万円、少なくともこの資料に出てくる人たちは真面目な人たちですから、お父さんお母さん100万円有意義に使っている人たちだと思いますけれども、そういうように投資というのは一般に将来の生産に使われるものですね。食ってなくなっちゃうものじゃないですか。そういうものがここのインベスタメントに入ります。どういうものが入るかというと、皆さんのそのレジュメの下に投資支出と在庫支出って書いてあるね。投資の資源、投資支出は今言ったように設備投資なんかに使われる支出、もう一つ在庫支出があります。在庫支出って何だろう。売れ残ったものです。先ほど生産されたものは必ず誰かによって買われるから GDP と GDE が等しいんだよという話をしましたけれども、売れ残ったものは必ず企業が在庫支出として自分で買い取ります。だから投資支出プラス在庫支出がこの投資内に含まれるために、GDP と GDE は常に恒等的に等しくなるんですね。言い忘れましたけど、恒等的に等しいというのを強調するためにこれ3本線で書いてあるんですが、こう恒等式というか合同式というかね、常に右と左が等しい。これだとその等しい時もあれば等しくない時もあるよね。 Y イコール2分の 1X とかって言ったら Y イコール2分の 1X のこの線上では等しいけど、そうじゃない時も、ね、不等号もあり得る。ところが3本線の場合には定義式といって、犬というのはどこですかね、定義か。こういうふうに右と左はもう変わりようがないものの時に3本線使いますけれども、合同式ですね、これとこれはもう定義上、会計ルール上等しいというふうに定義されているんですが、なぜかというとここで売れ残ったものが全てここに計上する。これによって三面等価が成立することになります。在庫支出はさ、企業が自分で自分に支払って買い取るものだから、お金払って買うということはコストだよね。ということは企業の利潤を、生産コストが高かったら利潤は減るよね。売り上げが同じで10億円分生産しました、でもそのうち3億円余って売れ残っちゃったら、3億円自分でお金払って支払ったことにすれば利益が減るよね、3億円分でね。つまり企業は在庫を増やせば増やすほど利潤を減らせるわけです。利潤が減るってことは税金払わなくてね。税金というのは売上に対して払うんではなくて利潤に対して払うんですね。売上からみんなに給料も全部払って、すいません利潤一つも残りませんでした、うち黒字も黒字じゃなくて赤字ですとか言ったら税金払わない。つまり企業がよく使う脱税のテクニックは、こんなのマジでどうしようもないんだけど、みんなしないよね、本当に在庫があったら、まあ本当に払ってね、その財布売れないんだから結局は最終的に処分しなくちゃいけないから、その分コストになるんです。でも脱税というのはどうするかというと、ありもしない架空の在庫を帳簿上作るんです。そうすると本当はなくてコストがかかってないのに在庫をいっぱいあるふりして利潤を減らせますね、帳簿上で。税金脱税をするという方法もある。あとはもう一つは、まあ今期税金どうしても払いたくない何らかの理由があって、来年まで待てば何かの恩恵が受けられるとか、今年は何か税制上の優遇措置で、どちらこちらとか、なんかそういう時には架空の在庫じゃなくてわざとですね、意図的に企業は在庫を膨らませて、利潤を低く見積もるケースもあります。企業価値の問題とかでですね、ちょっと今株価が高くなってほしくないなみたいなやつでね、わざと在庫膨らませて利潤を下げるっていうのにも使われます。はい、あと1分30秒頑張ろう。次 G ですが、 G はガバメントエクスペンディチャー。
の頭文字についてこれは政府支出です。下に書いてあるよね、政府支出。さあこれ何したらいいかというと、支出額を全部分けてるんだから、生産されたものが誰に買われてるかを見てるわけですね。今家計によって、まあ、消費のために買われるか、それともプロジェクターみたく設備投資として買われるか、もしくは財務省にプロジェクターが買われるかもしれませんから、政府が買った金額もここに足さなくちゃいけませんね。こういうふうにして、誰に買われるかを足してるわけです。そうするとさ、ここに生産されたトヨタの車、ね、トヨタ、これはまあ消費者によって買われる場合もあるけれども、外国人によっても輸出で買われるよね。それを足し合わせないと生産額と支出額が等しくなりませんね。ですから外国に売られたトヨタの車をここで足さなくちゃいけません。これが皆さんの、そこに書いてある輸出です。残念、英語の措置では次回、復習を兼ねてガーテアメから英語の説明。はい、それでは今日のところに行きましょう。前回は、とても大事なところやりますよという話をして、GDP を分解しましたね、実際ね。もともと GDP というのは、国全体の総生産量を表していて、生産されたものは会計上必ず誰かに買われるので、生産額と支出額、国内総支出は等しくなりますよという話と、誰かの支出した金額は必ず誰かのところに入って所得になりますから、この支出額は当然国内の総所得に等しくなるわけですね。ここから、GDI と GDP と GDE が会計上必ず等しくなるという話をして、でこの GDE と GDI をいくつかの項目に分解して、ね、式で表しましょうというのが、前回やってたところでした。で、生産 GDP はもう Y という一つの変数で表すことにして、前回 GDE が途中で終わってしまったわけですが、 GDI は終わりましたね。こっちが終わりました。つまり、所得というのは、それを何に使うかで、分解すると、消費に使うか、消費として使わずに取っておくか、貯蓄として取っておくか、もしくは、政府に税金として払うか、もう3通りしかあります。最初に言ったように、生産されたものは必ず誰かによって会計上買われて、買われるということは誰かの所得になりますから、所得は消費か貯蓄か税金に使われることを考えれば、3つの項目に分解することができるということが分かります。で、こちら側ですけれども、じゃあ誰が何のために支出したか、お金を払ったかで、またこちらも分解しましょうということで、家計が、先ほど所得をね、消費に使うか貯蓄に使うか、消費がありましたが、家計が消費を、しますね。さらに、あとは家計以外にも、企業のものを買いますね。例えば、企業は設備投資をして、こういうプロジェクターを買ったり、皆さんの座っている机や椅子を、買ったりするものですね。ですからこれが、設備投資や もしくはですね、まあ、これ企業の設備投資ですけれども、家計も、例えばここではあまり出てくるのかな、設備投資と、あと、売れ残った、売れ残った生産されたものは必ず誰かによって買われるから、生産額と支出額が等しくなるんですが、じゃあ売れ残ったものはどうなるかというと、企業が自分で在庫投資として、買い取るわけですね。で、前回その在庫を使って利
利益を圧縮してですね、税金逃れをすることができるんだよという話をして、本当に在庫を持ってたら、一時的な税金逃れにしかならないんだけど、架空在庫を作ることによって脱税ができるんだよという話をしましたね。脱税してはいけません。そしてこれは主に企業がするものですね。あと我々民間、家計、マクロ経済学の中では我々のような民間の消費者のことを家計というんですけれども、家計もいくつか投資をします。例えば皆さんに教育投資をしますね。しかしこの教育投資は会計上はこの投資には入ってきません。会計上皆さんのお父さんお母さんがいくら教育支出をしたかなんて、塾とかも考えたかもはっきり言ってきて、そんなアンケート調査してられませんから、そういうのは全部教育サービスの購入という商品になります。サービスの購入になります。じゃあ一体何が投資に入ってくるかというと、民間だと住宅投資やなんかが含まれています。住宅はね、非常に大きな金額ですね。一軒買えば3000万円とかするわけですね。これは皆さんの障害賃金の中のかなりの割合を占めるので、一生に一度の単位のことで言われますけれども、で、この住宅投資は非常に金額が大きいので、マクロ経済の景気にも大きな影響を及ぼします。こういうね、今大まかに3つしかあるけど、本当は他にも小さいことが出てくるかもしれませんが、大体ですね、これくらいのものが、投資となっていくと。さて、家計と、企業、家庭の住宅投資はそのままの企業の投資以外に、あと、生産物を買うのは何だったかというと、前回だったのは政府も 国の中で誰か企業が作ったものを買いますね。例えばパナソニックのコンピューターを企業がいっぱい買ったりですね、もしくは大林組が建設した、橋を企業が購入するか、政府が購入するとかね、そういう政府のガバメントエクスペンチャーが地位です。スライドで一緒に、ここまでですね。ガバメントですね。で、前回ここまでやりましたね。この後、あと2つありますね。 X-N あれは何だということですが、生産されたものは必ず誰かによって買われるから GDP と GDE が等しくなるわけです。ということは、国内で生産されたものが全てこちら側でリストックされてないわけですよね。国内で生産されたものが消費者に買われて、家計に買われて、企業に買われて、投資として買われて、政府にして買われて、これで全部国内の生産物が買われたでしょうか。買われてないね。前回トヨタの話しましたね。国内で作ったトヨタの車は、家計、プリウスは家計にも買われず、企業にも買われず、政府にも買われず、外国で輸出される分なんですね。その輸出される分をきちんとこちら側で足しておかないと、国内の生産額と支出額が一致しませんよね。じゃあトヨタのプリウスに誰がお金を支払ったかというと、外国人ですね。従いまして、外国人がトヨタのプリウスを買った、これが輸出ですね。輸出額、エクスポートの、頭文字 E を取ると、こちらのグロスドメスティックエクスペンディチャーの E にかぶってしまいますので、2番目のですね、X、音がエクスポートですから、X を使う。ここには、だから、わかりやすく書くと、トヨタの部分ね。主力皆さんがちっちゃいですね。トヨタと言いました。外国へ売られているトヨタの車を入れてやらないと GDP と GDE が等しくなる。これでなんか全て足し合わせたような気がするから、これでいいような気がするのですが、そこのスライドの式を見るとさらにマイナスの M とありますね。一体これは何か。これはですね、これを見て何か分かるんですよね。これはフォルクスワーゲンですね。フォルクスワーゲン、僕
僕ら子供の頃にはボロクソバーゲンと言ってバカにしてましたけれども、今ね、このボロクソバーゲン走ってませんけれども、昔はビートルというてカブトムシみたいなね、今でもちょっと中古車で走ってますけれども、丸い感じのね、可愛い、ボロクソバーゲンの象徴的な、デザインの車がありましたけれども、国内で国内のこの消費支出の中では平尾とか、高宮に住んでいるリッチな人たちが買うフォルクスワーゲンや、メルセデス・ベンツや BMW の金額がここに含まれているわけですね。しかしその金額は、さあその車は国内で生産されたものではありませんから、それがここに含まれていると GDP と GDP が一致しません。ですから、平尾にこの国に住んでいる 人がいたら、なんかそれをネタにしてすみませんけど、いや、うちは会社を持ってませんと言われるかもしれませんが、ね、そういうリッチな人たちが買ってる外国の製品を非エアの人、これが、輸入額ですね、インポートの、頭文字 I を取るとインベストメントの I とかぶってしまいますので、これも2番目の、インポートの意味の M のインポートで M で表しましょう。輸入額、このように、きちんと生産されたものを誰が買ったのかという視点に立って全て足し合わせていって、足しすぎちゃったものは引いてやってということの意味をちゃんと理解すれば、この式を覚えるのはそんなに難しくありませんね。企業がして、ここが家計がしますね。マクロ経済、一国全体では、国内の経済主体は家計が企業が政府の3人しかいませんね。それがいませんね。家計でもなく企業でもなく政府でもない経済主体がいますか。自分が言うとかね、言わないでね、いませんね。ですから、まあ皆さんもこの式を忘れてしまったら、何やったかな、なんか C とか何かあったな、こうなのかなと思ったらね、あ、そうだ、家計と企業と政府しかいないから、家計と政府、ガバメントエクスペンディチャーと企業は何するかな、あ、企業は設備投資とかするときに財産なって言って愛を出してきて、あ、これでなんかいいような気がするなとかね。あ、でも、そういえば先生はトヨタとボルクスワーゲンの話してたな。そしたら、そうか、トヨタの車はここに入ってなくて外国人が買っていくから、その外国人が買ったものを貸してやらないと国内の生産額と一致しないや。でもこの中には、ね、平物のリッチなやつが含まれてるなとね。で、メルセデス別に引いてやらないかもね、国内の生産額だわとかっていう意味ですね。考えれば、ここの符号も間違えることなく、順番も間違えることなく、覚えることができるでしょう。で、この式は暗記してください。この式をまず覚えないと第3章以降の理論分析が全てできません。これは後々理論モデルでも出てくる数式になりますので、必ず覚えてください。で、前回もお話ししましたけれども、ここに在庫投資が含まれているから、生産されたものは売れ残らないんですね。売れ残ったものは全て企業が自分で在庫投資として買い取りますので、生産額と支出額は常に等しくなって、それがここの高騰式、合同式というかな、3本線で成立する理由、つまりこの値とこの値はもう因果関係がなくて、会計上必ず変化するのは等しいものなんですね。同じことを表すということになります。で、まあ、支出額とあれば誰かの運行所になりますから、所得も3本線で合同になる。よろしいでしょうか。はい、それでは今度この X と M のところに着目していただきたいんですが、例えば、トランプ大統領が日本ね、日本はアメリカを使ってこれを持ってしやがってって、なんか今じゃなかった言いがかりをつけてますけれども、仮に日本がアメリカに1000円の輸出をしていて、で今はね、アメリカは今
対して赤字って言ってるから、まあ、アメリカから500円の輸入しかしていない。輸出が1000円でアメリカから500円分しか輸入していない。そうするとプラスマイナス取ると、まあ、プラスマイナス取るとプラスの500円輸出したことと同じですね。トランプさんもこれで1000円輸入してたらプラマイゼロで帳消しになるから怒らないわけですね。つまりこのプラマイ取った後にプラスだからトランプさんも怒ってるんですね。500円分も日本は輸出超過して輸入を超過したというこのプラスマイナス取った値をですね、ネットエキスポートといいます。写真撮ったら止まっちゃうから、フローだったよね。投資もそうだったよね。写真撮ったら止まっちゃうね。だから GDP というのは皆さん知っての通り、2018年度だったら、2018年4月から翌年の3月31日までの1年間の期間という単位期間、単位時間を取って、その間に生産された額とか、消費された額なんですね。そうすると、あれ、貯蓄ってストックの変数じゃなかったっけと思うかもしれませんが、これは前の授業で。貯蓄みたいなストックの変数は去年の終わりから今年の終わりにかけていくら貯蓄が増えたかという増額分だよね。貯蓄の変化量を取って変数は全てローに直しているということになります。よろしいでしょうか。はい、では、ここがね、最も大事なことですので、よく理解してください。では、次に行きましょう。次のページ、GDP